プロデュアルサは、マレーシアの自動車メーカー、プロデュアによって製造されていた小型版である。ダイハツゼブラをベースに開発され、1996年3月6日に販売が開始された。なお、このモデルは、マレーシア製の自動車としては、初の版となった。エンジンは、当初直列4気筒サイチェシー1 6バルブ1.3リットルエンジンのみが、搭載され、 あとの1997年5月14日には、直列4機搭載チェシー16バルブの1.6リットルエンジン搭載車が追加された。なお、両エンジンともに5速、マニュアルトランスミッションのみが組み合わせられる。1997年4月28日には1度目のフェイスリフトが行われ、フロントに装着されていた独自エンブレムが廃止され、プロドゥアの CI が新たに装着された。 また、2000年代前半にもフェイスリフトが行われ、フロントに新たにグリルが装着された。二人乗り、CX、五人乗り、EX、七人乗り、GX の3グレードが用意され、CX と EX には1.3リットルエンジンが、GX には1.6リットルエンジンが搭載された。2010年をもって、製造、販売終了、14年の歴史に幕を下ろした。 ルサは、マレー語で鹿を意味する。なお、前期型モデルには鹿をあしらったエンブレムが装着されていた。ありがとうございます。